アダイハーンは、モンゴル帝国の第26代ハーン。漢文資料では、アダイと表記される。北元の第8代ハーンオルクテムルの子。モンゴル語の年代記、モーコ元流には、チンギスカンの末帝であるテムゲオッチギンの子孫と記されている。また、ティムール朝の君主ウルグベクが表した、歴史書、ヨンウルス氏と、 それに基づく資料では、クビライの弟アリクブ家の子孫と伝えられている。オイラ大ハーンの死後、1425年にアスト部の有力者、アルクタイによってアダイがハーンに擁立された。1431年にオイラとのトゴン大使との戦いに敗れ、本拠地のケルレン川流域部を追われる。1434年にアルクタイが廃止した後、トゴンによって、 ハーンに擁立された徳とアブハの攻撃を受け、部下のドルジベクと共に、エチナロに逃れた。アダイたちは、表面上は民に基準していたが、その実感衆、領衆に侵入して、略奪を行っていた。1438年にアダイとドルジベクは民軍に、ウルグナで敗れ、追撃を受けて砂漠に大却した。150人の族長が民軍の捕虜となり、アダイたちは民に降伏した。 降伏して間もなく、アダイは、徳とアブ派に敗れ、捕殺された。ありがとうございます。